ああ、綺麗に撮れるね。ケバケバは残ってないです水滴も綺麗に撮れるね。ね。ほら、いい感じじゃない？みるみるランド。はい、どうも、みんなのひろゆきです。カタリスレイナです。今日はハイエースを洗車していこうと思います。はい。で、洗車道具いろいろ揃えたんですが、はい、こちらはね、ハローワークスさんの洗車道具一式ということで、はい、この液体がこれがカー洗ション、剤で、これがボディボ用、ディ用の、タイヤ用のブラシ、はい、これがブラシで、これがその時に使うバケツの折りたた折りたたみ式ので、こちらが給水用の、これはどこでこれね、ホームセンターで買ってきました。はい。で、これはドイツのブリッツっていう吸水性がいいタオル。はい、ちょっと使ってみたいってことで。これはね、なんかね、ケバケバが立たないっていうのがいいらしいです。そしてこれは前回ご紹介したホース、高見のホースです。で、これがこの台にして使う脚立です。はい、はい、以上で、これで洗車ハイエーをね、スを洗車していしていこうと思いこうと思いまます。す。はい、こちらドイツのブリッツなんですけど、今ね、説明書があったので、ちょっと読んでいきたいと思います。それ100%天然の繊維で作られていて、これに紙みたいに、これ今ペラペラなんですけど、これを濡らすとしっかりね、柔らかくなって使えますよ。で、繰り返し洗濯しながら使えますよってことで、すごくね、エコな素材としても大活躍ということで。そしてですね、これ吸水性がすごくよくって、いろんな場面で使えるということで、キッチン周りはもちろんなんですけど、今回みたいに、ね、洗車とか水がね、使うところはどこでも便利に使えますよということです。でね、何気にモップとしても使えるそうなので、本当にね、用途が多様だなって思います。あとね、特徴としてはやっぱりこの普通のものだと結構こういうとこは毛羽立って、この間普通の雑巾で拭いたらここに残っちゃったんですね、カスが。なんですけど、これはね、そういうことがない素材だということで、これを選びました。こちらはですね、ホームセンターで買ってきたものなんですけども、マイクロファイバーでできているタオルです。しかもね、この長さが1メートルもあるということで、作業効率がね、すごく良くなるということです。特にこういう洗車とかするときは、大きな面を着たいときに、拭き上げるときにね、これをペタッてやって、こう引っ張ってあげると、この1メートル分をちゃんと活かして使うことができるので、これを買いました。でね、汚れを落とす超極細繊維ということで、吸収率もアップしているというものを買ってきたので、どんな感じになるか使ってみたいと思います。はい、こちらハローワークスさんの折りたたみバケツです。こちらね、洗車用のものを探していたら、このね、ハローワークスさんの折りたたみバケツいいよっていうのがヒットしたので、ちょっとね、買ってみたんですけど、今この専用の入れ物すごいコンパクトだよね。はい、入ってます。折りたたみなので、本当にバケツなのみたいなサイズ感なんですけど、これがじゃじゃーんとこう、ちょっとねじって、こうねじって開けてあげると出てきました。あ、結構しっかりしてますね。この持ち手のところにこう柔らかいクッションみたいな素材がついてて、ここだと痛いけど、水結構重いじゃないですか。でもこれだったら痛くなく打てるなっていうのと、結構ね、この素材自体がしっかりしてるので、なんか折りたたみなんですけど、全然不安感がない感じですね。これもタローワークさんの321っていうのかな、はい、やつなんですけども、これはですね、全塗装色コーティング車対応ということで、無色無香料でノーコンパウンドということで、地球に優しいと書いてありますね。1本分で50台、約ね、中くらいの普通の乗用車を洗うことができるそうです。こちらバケツに 20ml、 こちらのね、キャップに2杯分を入れて、4リットルの水で薄めて、よく泡立てて使ってくださいということです。で、洗車するときはこのね、シャープをよくなじませてから、優しくボディをこするようにしてくださいと。そして速やかにシャンプー液を十分な水で流し、水滴が残らないよう綺麗なタオルで拭き取ってくださいということなので、こういった手順でやっていこうと思います。こちらがまたハローワークスさんの洗車用の伸縮性洗車用スポンジモップだそうです。
ということで、こちらがですね、ムートンファイバーというものを選んでいて、今回この黄色くてね、こう触り心地のいいムートンのタイプなんですけど、マイクロファイバーっていうのもあって、それはね、ちょっと黒い色で、こうつぶつぶみたいな感じのやつがいっぱいついてるやつがあって、どっちも選べます。で、ここでね、着せ替えみたいにして、これ実は取れるんですよ。くるくるすると先端が取れるようになっていて、でこれでね、付け替えることができるようになってます。でまたこう洗う時も、まあ、近場だったらこういう風に洗ってもいいのかなっていうのと、あとですね、これをこう先端にくっつけまして、はい、こうね固定するんですけども、これがね実はねすごいビヨーンって2段階に伸びるんですよね。伸びたーみたいな、こんな感じで、であとここでくるくるしてそのちょうどいい長さで止めるみたいな感じで、結構ね伸びるんですよ。で自分も入れるとかなり太いところまで届くみたいな、はい、こんな感じでね使えるんですけど、あとはですね、このバケツがね、タローワークさんのバケツにちょうどねすっぽり収まる感じなんですね。見えますか、うんうん、使う時はこうやってスポンって入れて出して、泡つけて出してみたいなのがすごいね、サイズ感が揃えてあるので使いやすいということで、タローワークさんで揃えました。こちらね、タローワークさんの洗車用のタイヤ用のブラシです。でね、これはですね、なんと、まあ、フロアマットとかも洗えるそうなんですけど、軽量で人間工学に基づいた快適なグリップってことでね、このグリップが持ちやすくなってるよってなんですね。確かに持ちやすいです。あとですね、抜群の耐久性を誇る毛先は絶妙なサイズ、まあ、サイズ感はよくわかんないんですけど、確かに結構ね痛い、これお肌は嫌だなって、タイヤだからちょうどいいんだろうなっていう硬さの、結構硬いブラシの毛がついてます。で、洗車の手順いろいろ調べたんですが、はい、洗車はまず上から下に行くのが通常なんですけど、はい、まずねタイヤを先にやるといいということで、タイヤこれね後で残しとくと、タイヤ洗うときにタイヤについてる砂とか砂利が飛び散ってしまうと、そしたらせっかく上洗ったボディも汚れてしまうので、まずタイヤをきれいにしてから、あとはボディの上天井をやって、あと上からじゅんぐりと洗っていくっていうのがやり方だそうです。そのやり方でやってみたいと思います。そして屋根がね届かないから、今回こういう折りたたみ式脚立を用意しました、うん、ちょっと屋根の上までさっき見たら鳥の糞とかがねあったので、あ、もうこれ落としたいと思った。ちょっとじゃあ上洗う前にちょっと上移しましょうか。そうですね、上も全体を移した方がいいかもしれない。そうですね、はい、はい、移します。じゃあちょっと車前に出しましょう。はい、みるみるランド、はい、今ね、今こちらのハイエースちゃんの状態を、みるみる号のね状態を見ておきます。こういうところにね、ちょっとこんな感じに汚れがついてたりなんかしておりますね。全体的にはこんな感じかな。窓もね、ちょっとこんな感じで光が反射してるかな。はい、肉眼で見ると結構ホコリとかね、めちゃくちゃ汚れてるわけじゃないけどって感じですね。そして後ろから見るとこんな風になっております。でやっぱりね、この窓とかをこの角度で見ると結構にホコリがすごいですね。こちら側もそうですね、結構ホコリとかがすごいです。あとね、こういうところに糞の跡とかついてたりとかします。でね、今ここ舞台ができたので上もねちょっと見ていきたいと思います。何気にこのサイドはたまに拭いたりとかしてあげてたんですけど、上はね全く放置だったんですよ。まあ見れないですからね。ほらこんな感じです。結構広いですね。あ、であそこです、あそこご覧になっていただけますでしょうか。ビヨーンと、ここにね鳥のね、はい、落とし物がいっぱいくっついてるので、ここら辺もきれいにしてあげたいです。じゃあ水かけて汚れを落としていきます。はい、この辺ね、糞すごかったんだけど、はい、あ、もう流しただけで、だいぶ水でね、おお、きれいになりましたね。
んな感じで今水かけてます。どうですかホースの使い方っては。いやいいっすよこれ。いいですか。これでちょっと汚れ落ちない時とかは、うん、こうやってでやって、あーちょっと強めのやつでやってあげると、あー落ちやすいと。大体はシャワーでできると。はい、はい、あーいいですね。あのよくある洗車パターンの感じですね。わー嬉しい、綺麗になる、やったー。今サイドもね、大体こちらはサイドも終わってきた感じです。あたまにね、虹がねファーって出るのが綺麗ですね。結構さ、前にこういう汚れがついてたりするの、ここ虫飛んでくるじゃん、だからこういうのがついてる。そうですね、虫汚れが。あでも本当に水かけただけでかなり落ちますね。おで白だから余計目立つんですね。はい、ではですね、タイヤ洗っていきます。はい、はい、タローワークスのバケツにこれキャップ2杯、はい、洗剤ね、パジャマ。結構これね、ドロッとした洗剤なんですよね。トロトロトロってした。あ、本当だ、ローションみたいな。結構そうですね、濃縮だねこれ。濃縮されてる感じ、さらっと全然してない。そしたらここに水を入れると泡がもこもこって出るはず。はい、います。おお、すごいすごい。あ、そうやって泡立てればいいですね、うん、おーすごいもこもこですね。かなりクリーミーになりました。じゃあこれでまずタイヤの方から洗っていきましょう。すごい、こんな感じの泡です。結構クリーミーね、クリーミー、持ちやすいです。してやっぱりそうですよね、そこはやっぱなんか取っ手がとっても持ちやすい。あ、取っ手が、うん、取っ手がすごく持ちやすい、持ちやすい。はい、なるほど。そこはゴシゴシしちゃっていいんですね。はい、うん、だいぶなんか泡泡になりましたね、タイヤが。汚れ落ちてる感じします。いや落ちてるね。おはい、じゃあ今に綺麗になったタイヤを洗い流してきます。結構汚れてました。汚れてましたね、ね、最初見たときそうでもないかなと思ったんですけど、意外と汚れてました。ピカピカでいいです。このホースがねまた長いから全然苦労なく使えてる感じですね。中まで綺麗に。はい、タイヤ今洗ったんですけど、これでこのままボディを置いちゃうと、タイヤの砂とか汚れがここに入ってるから、うん、ボディを傷つけてしまうので。なるほど。これは一回これで捨てて、はい、もう一回洗剤作ります。はい、はい、ボディ用の洗剤作ってきます。もう一回2杯入れて、わーわー、うん、結構ギリギリまで、はい、泡泡にした。なんかちょっとビールの泡を、ビールがね。そしたら今度こちらの水のファイバーにやってみます。はい、ギリギリすぎてギリギリすぎて溢れてしまう。楽しそうですね。長さ的にはどうですか？使いやすい。使いやすいですか？おお。動かなくていいかな。ああ。
それ伸び縮みするのも使っている感じですか。へえ。なんか手慣れた感じがしますね。ゆきさんよく洗車とかしてたんですか。そんなにやってないけど。へえ。反対側まで行ったんですか。あ、そうなんですね。はい、今登ってきました。こんな感じにつけてあわあわにしたものを、おお。ここ力を入れないで、うんうん、本当にもう柔らかくソフトに洗い上げた。もう伸ばすと本当こっちまで行っちゃうの。あ、本当ですね。反対側まで行っちゃってますね。あ、すごいすごい。はい、こんな感じで。これは楽しいですね。あ、じゃあそっち半分お願いします。はい。これ垂れてるのはどうするの。そのままいいよ、行っちゃって、はい、びしょびしょのまま。軽くなれるよ。いいですね。なんかいつも乗せてくれてるミルミル号をきれいにできてすごい嬉しい。うん、いつもありがとう、ミルミル号。よく走るいい子なんですね。簡単に届くしね、向こう側までね。あらあら、なんか作業効率がいいですね、うん、で軽くやればいいから、そんなになんだろう、力もいらないし、うん、女性でも楽ちんな感じです。でもね、ほんと綺麗になってるんですよ。ピカピカしてきてるから嬉しい、はい、そしたらじゃあこれ泡が乾く前に水で流しちゃいましょう。はい。多分見えないカメラでも。見えないか。え、めっちゃ綺麗。洗車の醍醐味です。汚れ落ちてます？綺麗になってます。ピカピカです。はい、今度はね、このフェイスのところからやってあげます。いいですね。ピカピカになってる感じがする。はい、じゃあドイツのブリッツ使ってみましょう。ゆっくりと動かす。あ、ちょっと早かったかも最初の頃。あ、だんだんなんか吸水してきて、うん、柔らかくなってます。最初はただの紙動きだったんですけど。ボディの方でやってもらっていいですか。はい、この辺分かりやすい。はい。ゆっくり動かしてて、ケバケバとかも残ってないですか。あー、綺麗に取れるね。ケバケバは残ってないです。水滴も綺麗に取れるね。うんうん、いい感じじゃない。そうですね、いい感じです。はい、すごいね、綺麗だよね。綺麗、綺麗、すごい、うん、やった。すごい綺麗に撮れます。おお。いいね、これ吹きムラも残んないし、ケバケバも残んないし。それが嬉しいですね。吹きムラとケバケバが結構目立ちますもんね。すごい。ブリッツいいです。何回も吹けます ?1 回の絞った感じで。あ、何回も吹ける。おお。効率がいいですね。幅広いから。
だいぶ綺麗になってますね、うん、このマイクロファイバーでもすごい感じで使えますね。どっちもありってことですね。それはなんかの拭いた後にケバケバとかは大丈夫ですか？今拭いてないよね。こういうとこ乾いちゃうと水滴残っちゃうから、はい、水かけて拭き上げすると綺麗に。なるほど。窓だとちょっと分かりやすいかもしれないですね。ちょっとケバケバって感じ、残ってる感じがします。じゃあこれでこっちのドイツのブリッツの方でもう一回やってみたいですか？はい。ケバケバは残らないですね。そうですね、ブリッツの方がいい。やっぱこっちの方が全然いいです。はい。最初に粗拭きというかなんかね、水取っちゃうのにはマイクロファイバーもいいかもしれないですけど、やっぱりちゃんと拭き上げるってなったらブリッツの方が、うん、いいですね。窓とかもね、ピカピカなんですよ。もうあの埃とかも全然なくってね、水滴の跡とかもないぐらい綺麗です。そしてこのね、タイヤもすごい綺麗になってます。あ、で今ゆきさんが脚立を持ってきてくれたので、上の様子をよいしょ。はーい、こんなにね、もうピカピカです。あの糞もなくなって、もうどこから見ても綺麗な白ですね。ホワイトパールが生えてます。はい、ではね、降りて、もうね、移り具合が全然違う。いやー、すごい綺麗ね。ここはフロントです。フロントのね、窓もすごい綺麗になりました。あとね、ここにね、ブチブチしてたやつがあったんですよ。いろんな虫さんがくっついちゃったりとか。ピカピカですね、本当に。タイヤもピカピカ、そしてこのね、サイドも本当に綺麗になりました。この窓にも鳥の糞がちょっとあったんですけど、それもね、綺麗になくなって、いや、映り方がすごいいいですね。あのやっぱりホコリとか粉塵がなくなったので、綺麗にこう反射しますね。非常に美しいです。はい、みるみる号生き返りました。あ、まだね、ここパタンってしてなかったから、はい、ここパタンってよいしょしてあげます。いやー、とても美しい。ドイツのこのブリッツがすごい良かったです。ブリッツ良かったですね。スイッチ版は大活躍だったかもしれないですね。はい、というわけでこちらでピカピカになったハイエースを納車しました、ね、今ね、納車しました ガレージの中に納車しました、はい、ハイエースの洗車終わったんですけど、やっぱ気持ちいいね、綺麗になる、ね、気持ちいいし、あの光の当たった時にピカーンっていうのが全然違うんですよ。輝きが違います。はい、輝きが一層増しました、はい、ということで、この動画が良かったよっていう方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてSNS もやってますので、インスタなどにも遊びに来てください。では、またねー。